田中拓馬は、東京都出身の日本の画家。イギリス国立美術館、アルスター博物館に、絵画作品、ブルーローズ収蔵。1977年東京都江戸川区に生まれる。埼玉県越谷市にて幼少期を過ごす。埼玉県立浦和高校進学。千葉大学に入学するも中退。早稲田大学法学部に進学する。弁護士を目指すが、 二度の司法試験不合格で体調を崩し、リハビリのために絵を始める。大道芸人のピーター・フランクルに影響を受け、浦和の路上で絵画販売を始める。一枚千円という破格の値段とポップな画風が高評価を受け、多くの作品を販売する。銀座でも路上販売を開始、リーマンショックをきっかけに売り上げが激減する。新天地を求め、上海へ。 上海の大手ギャラリー、マサル芸術で日本留学経験のあるオーナーに気に入られ、古典の権利を手に入れる。なお、同ギャラリーでは、日本人初の古典となる。ブルックリン・ピエロギギャラリーでも取り扱われる。2015年、ニューヨークの NPO 団体チャまで古典を開催。2018年、イギリス国立美術館、アルスター博物館に、絵画作品。 ブルーローズが収蔵される。生前のアンディオーホール、サルバドール・ダリラと交流があった、ロバート・デュポーン・テツインに作品が認められ、エージェント契約を結ぶ。四ツ谷アート・スチュディウムにて、岡崎健次郎の講座を受講。最も上手い画家として、レンブラントの名を挙げる。田中拓馬、紛引く会、プロジェクト。ありがとうございます。